こんにちは、なんでも動画人つっちゃです。突然ですが、ショッピングのお時間です。今日ご紹介する商品はこちら、洗濯物干しです。こちらはね、私が豊橋におった頃なんで20年にはならないと思うんですけど、20年くらい前のとっても年季が入ってますね。もうこことかね、注目していただきたいんですけど、こうしてここが壊れたら、ここにほらこうしてこの輪っかをね、ここにくっつけることで再度干すことができちゃうよという、そういう技も使って、ほらフル稼働できます。全部干すことができます。最高ですね。ちょっと干してみようと思います。お洗濯、お洗濯、つっちゃのお洗濯、ホセイ、ホセイ、ホセイカルロス、ホセイ、つっちゃのお洗濯、ホセイカルロス、ホセイホセイ。ほーら、ほら、まだ干せるじゃないですか。ここなんかぶっ壊れてんですよ、ここ。ほら、ここ1本あらせん。3本ってこう支えとるやつが、ここあらせんのですよ。でもまあ、こうやって、干せりゃいいじゃないですか。こうやって干せりゃいい。しかもフル稼働できてますからね。最高ですね。はい。続いての商品は、ちょっと大きな、こちら。扇風機です。こちらはね、ヤマゼンさんのものなんですが、とても安かったと思います。まあね、電気屋さんへ行くとね、もうキリがないぐらい高いやつってあるじゃないですか。上を見ればもうキリがないんですよ。でも、扇風機ってさ、これも豊橋におった頃のある先輩、まあ友人ですけど、友人の言葉の受け売りなんですけど、こいつっちゃ扇風機なんてな、風が出りゃいいんだよって言って言われたんですね。その時僕は、もっと高い方がいいんじゃないかな、今5枚までっていうのは出てるから、その風が優しい方がいいんじゃないかな、8000円するけどいいんじゃないかなと思ったりもしたんですが、今ではそういう考え方です。扇風機なんていうのは、ね、風が出りゃいい。しかもよく見てください、ここにね、弱、中、強と、ほら切り替えまでできるじゃないですか。切り替えまでついて、でタイマーついてるね、夜3時間だけかけたいやっていう時とか、これアナログですけどついてるんですね。これだけの機能が充実したこちらの扇風機、何が最高かってね、お風呂上がり最高ですよ。ただエアコンをつけているだけではお風呂上がり暑いんですね。そこへこの扇風機の強のボタンを押して、こう当たるともはや最高、幸せで仕方がないじゃないですかね。はい、というわけで今回のお話はこのように、洗濯物干しも扇風機も、はい、干せりゃいい、風が出りゃいい、はい、そうじゃないでしょうか。本当の価値って何でしょうか。結局これで自分がこれで最高っていうところに折れればいいのではないかなと、最近思っている、この動画をね、ずっと作りたかったんですよ。これ干せりゃいいじゃんって、これすごい発明だと思いませんか。ここのほら、この壊れたやつにさらに洗濯バサミの輪っかを取り付けるっていうフル稼働できてますやん、すごいじゃないですか。っていう、干せりゃいい、風が出りゃいいっていう動画でした。この動画の最後に、つっちゃから一つだけお願いがございます。それは、どうかチャンネル登録をよろしくお願い申し上げます。もうチャンネル登録したらぜいっていう方は、コメントをお待ちしております。それから、高評価もよろしくお願いします。じゃあ、何でも動画人つっちゃ、ご視聴ありがとうございます。またねー。ほっすほっす、いや、のっすのっす。